日本兵庫県神戸市西区神戸複合産業団地。神戸複合産業団地は、兵庫県神戸市西区三津ヶ丘にある複合産業団地である。愛称として、神戸テクノロジスティックパークと呼ばれる。郵便番号は651-2228。開発される前の神戸複合産業団地。1985年度に、撮影神戸複合産業団地の街並みに。2。 津川岡山町目で撮影1991年10月25日に神戸市が計画を発表し、神戸市が施行者となって開発した内陸型の複合産業団地であり、進出企業は80社以上である。神戸淡路鳴門自動車道神戸西インターチェンジが開通したことから、インターチェンジ沿いにある流通機能と工業機能を合わせ持つ。さらに、 現在も造成が進んでいる。東側は北区山田町愛イ西側と南側は押し田二2町君、北側は押し田二町木津と接する。全域が見、津川丘1丁目から7丁目に指定されている。三角上地区島村神戸商品センター君中央、公園団地内にはないが、近くに神戸電鉄青線木津駅がある。神戸複合産業団地口、 三ヶ丘岡丁目三ヶ丘岡丁目を通る山陽自動車道三ヶ丘岡丁目を通る兵庫県道22号神戸三木線高速道路有料道路一般道ありがとうございます